日本のバスは日本におけるバス事業について述べる。香港では旅客自動車運送事業としてのバスを述べる。日本のバスとは道路運送法の旅客自動車運送事業として行われており、国土交通省自動車交通局の管轄を受けているものを指す。なお、これらバスに関しては道路運送法の第2章の旅客自動車輸送に外で定義されている。以下に、 道路運送法で該当する部分を記述する。一方、近年では、過疎化などの要因により、利用客が大幅に減少したために、バスが廃止され、大体として自治体が路線バスを運行する場合や、今まで交通が不便な地域へバスを新設する例が見受けられる。これらは、道路運送法の以下の条文によるものであることが多い。近年では、 日本各地において21条や80条に基づくバスの設定が頻繁となり、また4条許可に比べて規制も緩いことがあって不公平が生じていたこともあり、これらを抜本的に見直すこととなった。この改正が2006年10月に行われ、定義が変わることとなった。すなわち、旧来の21条バスは原則として廃止され、すべて4条に統合されることとなり、 曖昧であった80条バスに関しては、79条で詳細な規定を行うこととなった。1902年の大阪毎日新聞、読売新聞、1903年の新愛知、岐阜日日新聞の記事などから、高知県高知市中心町の今生意の熊が、1902年3月までに大阪で製造した石油発動機車を使って、 1902年3月頃から1903年7月頃まで工事の間で乗り合い自動車を営業運行したと推察され車両の定員などの詳細は不明ながらこれが日本で最初のバス事業であった可能性もある。1903年3月大阪で開かれた内国官僚博覧会への旅客輸送のために梅田と天王寺を結ぶ臨時バス路線が開設された。 同年9月20日、2位紹介が京都市内でのバス営業運転を始めようと、試みたが初日から営業中止勧告を受け、11月21日に正式に営業を開始した。日本バス協会は日本における最初のバス事業をこの2位紹介の例としており、同社の試運転の日である9月20日をバスの日と1987年に定めた。ただし、 使用車両は6人乗りであったため、車両的にバスと言えるのか判断が分かれる。広島で運行されたバスのレプリカ1905年2月、広島の横側から壁の間に12人乗りのバスが運行された。これを日本で最初のバスの運行とする説もある。しかし、車両の故障などの頻発、費用の不足もあったため、9月で営業を終了した。 初期のバス事業では様々な問題が生じた。上記の京都市で営業していた業者は人力車組合や同市内で軌道を運営していた事業者の反発にあい、必要な妨害工作を受けた結果、廃業せざるを得なくなってしまう。このような既存の旅客事業者との間の圧力は各地で見られた。また、当時は道路の舗装が進んでいなかったため、 バスがスペック通りの能力を発揮することができず、標定速度がなかなか改善されない状況があった。しかし、車両が1台あれば運行できるという利点を持っていたため、会社の体を成していない冷裁な事業者や個人によるバス事業への参入は相次いでいった。窓か太郎バス百二十三年九月一日に大象関東地震が発生すると、被災地の東京深は、 鉄道軌道が寸断され、人々の日常の足が奪われることとなった。応急的な処置として、被災した東京市電の代わりに、東京市電機局が T 型フォードを約800台輸入し、11人乗りに改造して、バス事業を開始した。このバス事業は、好評を持って迎えられ、応急的なつもりであったのが、工場的な運行へと変化し、窓か太郎バスとの相性もつけられた。 この東京市での成功によって全国にバス事業が広まり、また輸入トラックを利用した貨物輸送も始まって、旅客及び物流におけるモータリゼーションが到来した。その一方、既存の鉄道や軌道に並行に走るバス路線の設定などが増え始め、それらに悪影響を及ぼすようになってきた。そこで、これら鉄軌道運営事業者がその事業者を買収する。 あるいは自ら系列バス会社を立ち上げて、鉄道空白地帯から自社鉄道駅までのバス路線を開設することで、乗り継ぎ客による自社鉄道の増収にもつなげたりと、鉄機動事業者におけるバス事業への進出も進むようになってきた。バス会社同士の競合も激しさを増していった。そのために、1933年の自動車、 交通事業法が整備され、一路線一事業者の原則が作られた。これにより、バス事業者の統合が進んでいくが、その方向を決定づけたのが、交通統合、並びに、戦時統合である。現在、国内で路線バスを運行する事業者の多くが、これにより誕生、または企業規模が大きくなったものである。その統合形態は一ブロック一事業者という前、 ほどであった。しかし、より愛世帯的な統合もあれば、実態は、同一資本事業者の統合、再編という例もある。そもそも統合ブロックの分け方自体に、後者の意向が反映された事例も参見される。統合パターンとしては、鉄道事業者とバス事業者を、地域ごとに統一するというものが多かった。しかし、バス事業者のみで、 鉄道事業者との統合が行われなかった例、貨物自動車事業者との統合が行われた例もある。また、戦時統合以前に、バス事業者の統廃合が進んでいたために、実質戦時統合を受けなかった例、戦時中、バス事業を一旦全面休止にすることで統合を免れた例、合併協議が不調のまま戦後を迎え、統合を果たせなかった例もある。 一つの都市に歴史ある事業者が入り乱れている場合、こうした事情がある。なお、この件については、陸上交通事業調整法の項目が詳しい。これらの政策により、バス例明期によく見られた、個人事業者や零細事業者によるバス事業は、この頃までには完全に姿を消した。この中で、公営事業者は、民営事業者を買収、または統合することはあっても、 民営事業者に統合された例は、八戸市、富山市のみである。横浜市のように、ほぼ影響も受けなかったところも多い。戦後、まず行われたのは、統合体制の見直しであった。大手私鉄の東京急行電鉄、近畿日本鉄道、京阪神急行電鉄の再分割は有名であるが、地方のバス会社でも、東北バス、新南交通、 徳島西部交通などで実施されている。一方、統合路線の変換事例もあり、例えば南部鉄道は八戸市に統合した路線を変換、神奈川中央交通は江ノ島電気鉄道に2路線の変換を実施している。また、これとは別に、戦時中にバス事業だけを統合された鉄気道事業者が戦後新規に再開する例、岡山電気軌道も相次いだ。 このような中においても、山沢ス・広島郊外バス、広島低山バス、東洋バス、内山自動車などが新たにバス事業を開始することとなった。他に変わったところでは、大阪のタクシー事業者の沢タクシーが鳥取県のバス事業者に進出した。また、公営事業者も甘崎市、伊丹市などが誕生し、それ以外にも実現しなかったものが多数あった。 戦後10年がたった1950年代後半以降は、一部の大手施設による観光開発などを主目的とした地方の事業者の参加への編入が進められていく。主な例で言えば、東京急行電鉄の北海道、新越、名古屋鉄道の東海、北陸、近畿日本鉄道の中国地方などが顕著である。この裏には、 労働葬儀や自然災害で経営が悪化した地方の事業者が大手事業者に支援を求めた例も少なからず存在する。その中で同一資本家になった事業者同士の合併例が生じた。東京多摩地区では京王系列の奥多摩新港、豪王自動車、高尾自動車が合併して、西東京バスが茨城県では京成系列の上層筑波鉄道と、 鹿島三宮鉄道が合併して、関東鉄道が成立している。同時に、地方事業者の再編も行われ、1960年に、長岡鉄道と中越自動車、土地電鉄が合併して、越後交通、1961年に、福島電気鉄道が、福島県南交通を吸収し福島交通に、1964年に、 三州自動車が南札鉄道を合併し、鹿児島交通が誕生した。他にこの時代において突起すべき事項は、長距離路線の開設である。この時、複数バス会社の合弁で急行バス会社が誕生している。この時期はまだバス黄金時代と呼ばれ、路線バスの乗車人員は右肩上がりであった。しかし、1960年代後半頃から次第に、 その状況は一変する。その主要因は自動車交通の発展とそれに伴う都市部の渋滞慢性化による遅延多発と地方における過疎化である。これに伴い実に多くの地域でバス事業者の再編やバス事業の撤退が見られる。再編の具体例として1970年に宮城中央バス、宮城バス、 戦南交通が合併して誕生した宮城交通。1976年には事業者の倒産が相次いだ岩手県における岩手県南バス、岩手中央バス、花巻バスが合併して誕生した岩手県交通が挙げられる。1980年代に入ってもその減少のペースは衰えることはなく、事態はさらに深刻なものへとなっていった。特に この急激な自動車交通の発展によるバス事業の変遷が如実に現れたのは群馬地区であり、過去に県内バス事業者の再編が行われたほか、立林市に至ってはバス事業者の撤退が相次ぎ、一時期市内を走るバス路線が解無となる事態となった。2002年2月の改正道路運送法施行で乗り合いバス事業の公的な規制が取り払われ、 事業への参入や赤字路線からの撤退がかなり自由になる一方、地域バスの損廃は財政措置を含め各市町村の主体性に委ねられることになった。法改正による現象として主要都市を中心に貸し切りバス専業者や船舶、タクシー、トラック運送会社が乗り合いバス事業へ新規参入して運賃の値下げ競争が発生している路線がある。これに対し、 既存乗り合いバス会社では不採算路線の廃止や地域ごとの分社が行われる一方、事業そのものを中止した事業者も現れている。地域の足の確保としては、自治体によるコミュニティバス、道路運送法80条の適用を受けるしろ、ナンバーバスでの肩代わり、乗り合いタクシーへの切り替えなどが各地で行われているが、その一方、コミュニティバスと、 一般路線バスとの路線調整が不調になり、競合が起こっている地域のバス事業者からは、両者の住み分けが必要であるとの声も上がっている。IT を活用した試みとして、バスロケーションシステムが1990年代より、各地のバス会社で導入されている。また、二千八年二月には、北海道の沿岸バスが不採算路線を利用して、北海道北部を縦断して、 地方交通の現状を訴えるバスツアーを比較するなど、運行を維持するために、新たな試みを実施する事業者も現れている。運行形態から見たバスの種類には、大きく分けて、路線バス、貸し切りバス、特定輸送がある。路線バス決められた経路を決められた時刻で運行し、不特定多数の輸送需要に応えるものである。一般路線バスと A バス都市内の輸送や住宅地、 集落と、最寄り鉄道駅との輸送を担う。大都市部においては、地下鉄網の拡充、郊外や地方においては、自家用車の普及や過疎化などにより、利用客が減少し、路線の再編や地域ごとの分社化、さらには、路線の廃止が行われている。一般路線バスは4つに分類できる。深夜バス深夜時間帯の帰宅の足を確保するバスで、あり、 通勤鉄道の終列車後に、それに沿って走らせるものと、通常の路線を走らせるものの2種類がある。深夜急行バスは、並行する鉄道よりも数倍高い、割高な料金を、深夜バスは、通常走る系統の2倍の運賃を取ることが、普通である。高速バス JR バス、関東高速道路を使って、都市間の連絡を行う路線バスで、中高便と夜行便がある。 なお、所管する国土交通省によった公式な定義はない。一般に、これら高速バスは、鉄道では直行しない都市を結ぶ路線も多いことや、運賃が低廉であるという理由から非常に人気が高く、路線バス事業の中でも採算が取りやすい分野である。しかしながら、大都市の事業者の一部は長距離路線から撤退したところもある。 首都圏京阪神など大都市間を結ぶ路線では、後日の観光バスによる低価格の会員制ツアーバスとの競合も見られ、路線バス側でも路線によっては低運賃の便を設定して汚染している。空港連絡バス都市中心部と都市から離れた空港を結ぶ路線バスである。俗にリムジンバスとも呼ばれる。空港アクセスに鉄道がない場合や、 鉄道が存在しても乗り換えの面倒さなどからバスを利用するケースが見られ、現在では様々なところから設定されるようになってきている。定期観光バスは、と、バス駅やバスターミナルなどから運行し、観光地を順番に回るバスである。東京都内で運行されている、ハトバスが代表的なものである。見かけは観光バスに似ているが、決まった時間に決まった場所を回るため、 法的には路線バスの一種とされている。コミュニティバス交通空白地帯の住民の足を確保するために自治体が主体となって企画し、主に民間事業者に運行委託する形態のバスである。比較的安価な運賃設定、境愛区間を含む自由な路線設定、短い間隔の停留所設定、バリアフリーで小型の車両を利用することなどが特徴とされる。最近では、 東京都武蔵野市のムーバスが代表例かつ成功例としても有名である。貸し切りバスチャーターされて運行されるバス。運行経路、時刻や輸送人員は事案ごとに個別に計画される。学校、企業、団体での行事や観光総裁など多人数で移動する場合に利用される。旅行会社が観光を主な目的とするツアーを設定する場合もこれにあたる。 使用される車両は事案ごとに異なるが、一般的には観光バスタイプの貸切専用車両が多く、近距離、少人数の場合は、一般路線車やマイクロバス等が用いられることもある。観光地を拠点とするバスの中には、三重交通の伊勢島における、キャンバス、熊野古道バス、スペイン村バスのように全面に観光地をイメージしたイラストが描かれているものが多い。中には、 一般路線バスと共用を目的としたワンロマ社とも呼ばれる車両を持ち、車両数に余裕ある週末に設備に豪華さを求めない安価な日帰りバス旅行を設定している事業者もある。1990年代以降、貸切バス業者が旅行会社と組んで大都市間を結ぶ会員制ツアーバスが増えている。これは路線バスではないが都市間を結ぶツアーを片道でも、 乗車可能にして企画した旅行商品であり、不特定多数の乗り合いによる移動という点で、路線バスと類似した効果を発揮している。利用経路によっては高速路線バスより設備が劣る車両から路線車両をはるかにしのぐ高居住性を誇る車両を選択できることや、路線バスと比較すると低運賃であり、競合することが多くなっている。これらツアーバスの台頭の背景には、 観光バスを利用した団体旅行が減少したことによる貸切バス事業者の稼働率を高める意図があるものと推察される。特定輸送もより駅から工場や学校への通勤、通学輸送、ホテルや病院などへの利用客の送迎など一定の範囲に限定された旅客の輸送に特化したもの。目的地にある会社や組織等が事業者に委託、運用する場合が多い。 なお、この特定輸送は道路運送法に基づく特定旅客自動車運送事業であり、自家用車による送迎バスは該当しない。各バス事業者の詳細については、カテゴリー日本のバス事業者を参照。日本におけるバス事業者は経営形態から見ても複雑である。ここではその観点から解説する。国土交通省の統計によると、 乗り合いバス事業の事業者数は2003年度で民営466、公営45の計511である。その10年前の1993年度は民営348、公営50の計398であった。10年で2割以上増加している。こうした事業者数の増加の背景には各バス事業者が分社化を進めたことが背景にある。 乗り合いバス事業者を、資本金の額により分類すると、資本金5000万円以下 49.、49.3%、資本金1億円以下 20.、20.5%、資本金5億円以下 18.、18.2%、資本金10億円以下 3. 5、3.5%、資本金10億円以上 8. 6、8.6%となる。これに対し、貸し切りバス事業者の場合、 資本金5000万円以下が87.1%と大半を占めており、乗り合いバス事業者よりも中小企業が多いことがわかる。保有車両30両以上の事業者で見た場合、民営バス事業者では黒字66、赤字162、公営バス事業者では黒字3、赤字25と、いずれも形状赤字の事業者が多い。事業者名の表示観光バス。 路線バスともに日本語表記で車体のどこかに会社名が記されているが、これは道路運送法に基づき表記しなければならないものである。一般的には車体の後部下方や前後ドア間にバスなどと表記されるが、北海道北見バスの路線バスのように側面は英文字表記、車体後部に日本語表記している事業者もある。 民営日本のバス事業者の中で一般的に見られ、バス専業事業者鉄軌道系事業者近年の規制緩和による異業種からの参入事業者に分類することができる。公営地方公営企業法に定義された地方公営企業によって運行が行われているものを指す。なお、地方公営企業でない自治体運営のバスはここには該当しない。 市民の足という前ほどなので路線バスが主体で、それに貸し切りバスが加わる程度だが、長崎県のみ、設立目的が観光輸送だったため、長距離高速バスを運行している。多くは市町村が運行しているが、長崎県と東京都は都道府県が運行する珍しい形態である。詳しくは公営バスを参照されたい。 地方自治体直営バス地方自治体が運行を行う路線バス。公営交通との違いは、上記の道路運送法の第78条の定義による運行であり、車両は白ナンバーになることである。過疎地の路線バスがこの形態を取ることが多い。なお、京都市の水尾自治会バスのように、地方自治体の直営ではない78条バスもある。詳しくは、廃止代替バス。 自治体バスを参考にされたい。第三セクター地方自治体が株式会社に出資しているケースである。鉄道では国鉄赤字ローカル線の存続方法として主に用いられた手法であるが、バスではあまり用いられてはいない。事例としては、経営合理化による一部分社の際に地元自治体に資本参加を求めたケースがほとんどである。このケースに該当するのはフラノバス。 東首バス、似た交通である。また、公営交通を民営に移管した場合などで、移管先のバス事業者に、地方自治体が、資本参加する形で発生するケースもある。この場合、函館市営バスを引き受けた、函館バスのように既存事業者に、地方自治体が、資本参加して、第三セクター化する例と、小野道市交通局を民営化した、小野道バスのように、 第三セクター会社を新設する例がある。国鉄バス日本国有鉄道自動車局が運行していたバス。鉄道の未成線部分に路線バスを走らせたのが始まりとされている。1987年の国鉄分割民営化により JR 各社に継承された。この時、本州三社は当初から分社が望ましいとされていたため、 一年後の1988年、東日本旅客鉄道から JR バス東北、JR バス関東、東海旅客鉄道から JR 東海バス、西日本旅客鉄道から西日本 JR バス、中国 JR バスが分社された。残る三島会社側はバス事業を本体で継続保有したが、分社化の自由は JR も例外ではなくまず、 北海道旅客鉄道から JR 北海道バスが続いて九州旅客鉄道から JR 九州バスが残る四国旅客鉄道も JR 四国バスを分社し全 JR からバス事業は誤会社化された。ありがとうございます。